はあ、遅れた遅れた、あ、遅れた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 、あ、いやいや、どうもてるちゃん、おはようさんごめんててるちゃん、今日も可愛いね、うん、あ、いいね、決まってるね髪型ね、ごめんなさいほんまね、話せば長くなるんですけどね、ちょっと溺れてる子犬を助けたり、うん、なんかね、困ってるおばあさん助けたり、え、まあもうね、壮大なストーリーがあって、遅れましたただですね、この、ジャンジャンクエストですか、俺の前の、ね、何名か参戦したらしいですけど、まあ、どいつもこいつも不甲斐ない状態らしくてですね、まあこの必勝本の、まあ、親分とも言うべき私 NBA 陣、ね、ちょっとその不甲斐ない後輩連中とは違うぞというところをね、今日の実戦でバッチリ見せたいと思っておりますんで、むん、それは、お、これは何ですか、スロット新聞、うんうん、ふむふむ、ホールさんの癖とかあるのかな、これがモンキーターン、バーナー、北斗もいいよね、アクドラね、番長ね、あれこうかやばい、 V モギ決め損ねた、このいただいたですね、スロット新聞、まあ初見の店なんで、まあ正直立ち回るのはきついんですけども、まあ2日連続で出てる台があんまりないと、まあやっぱりそういう前日不調だった台が、出てる傾向が見受けられたので、この72番台データを見る限りそろそろね、上がってくるんではなかろうかという予想と、あとモンキーターン朝市の周りの挙動を後々移動するために見渡すために、この中心あたり、取っておくとかなり周りの状況も見やすいんで、まあ、その2つで、あとはなんといってもモンキー愛、愛があればね、もうパチスロ念ずれば花開く、はい、といったわけで、モンキーターン、実戦始めたいと思います。で、まあモンキーなんといってもまずは、まあ、リセットの有無、朝一のリセットの有無、なおかつ、128ゲーム以内に来るか否か、まあリセットされていて、なおかつ設定4以上なら、33%、まあ、3以下で、25% と、その128ゲーム以内で、来る可能性がありますんで、まあ、やっぱり朝一早くかかった方がその設定的にも、まあ、収支的にもありがたいということで、まずはちょっと様子を見てみましょう。優勝したエノスマ、ノブが渡されました、おめでとうございます。ちょっと右のお隣さんの台の挙動もさりげなくチェックしとったんやけども、なんか輸出、入らんで、あんまり設定変更の挙動がなかったな。前代リセットっていうわけではないのかな。お池さんにペラを来てもらえるなんて、これはこっちは輸出いきますね、これね。輸出スタート。
お、パコちゃん。絶好調、来てほしかったね。お、あ、赤まで行けばね。ただですね、これもう V コイない。懲罰じゃない、優勝入ってから16ゲーム目のライバルレース発展、しかも予告付き、これ来たかも、来たかもよ。ただ相手が悪いな、おい。エノキング来たよ、エノキング、エノキング、エノキングは強いよ。キャラチェンジ来い、キャラチェンジ来い。ああ、お、粘った、踏ん張りましたね。はいはい、と見せかけて、もうね、朝一で俺分かりましたよ、この中の人性格悪い。お、輸出が近いぞ。はい、輸出モード。ここでいかんといてくれよ。よし、さあこれでガセリ上がったら本当に中の人性格悪い。わあ、確定。いきなり来ました、いきなり俺の嫁、いきなり俺の嫁と会っちゃいましたよ。確定です。まあ朝一、これはかなりのプラス材料。いやいや、あー、今日もかわいいな、おい、ゆうこたんは。うん、このペンギン柄がかわいいですよね、ペンギン柄が。はい、朝石、投資4本、108ゲームで勝利。まあやっぱ愛ですよ、愛。あちょ、 OK、 ね、ちょっとずつでもコツコツと。ムーン、ん、これはきつい並び。
きつい展開。わお。またエノキングだよ。これは敗色濃厚やな。うーん、光らなかったか。朝一からねぶっというのが来れば楽なんやけど、まあまあでもとりあえずはリセットで引っかかったんで。お、いきなりレース、あ、ユースか、早いね。とりあえずはプラス材料一つ。惜しい惜しいな。まあ、あの SG 終了後12ゲーム以内にまたレースに発展したら確定なんですけど、ええ、13 これはダメ。ピョン、はい、抜けましたね、1リッパー残念ながらループせず抜けました。ただまあ、ね、朝一選んだ根拠もそうやし、朝一リセットもかかったし、このねロゴないのがちょっと懸念材料ではあるけども、まあとりあえず引き続き384までは打ちます。赤まで持ってっといてとかね、そういうのでやたらガセさせるね。たまにそういう台がおるんですよ。あ、黒モンキー OK? 今の黒モンキーデビュー2年目のお前できた。どうですか、できた。どうですか、まあこれで弱チャンス目はもう3回目か。小池さんか。おお、弱チャンス目からの懲罰、プラス材料。おら、どうした。どうした。おいおい、あら。あ、こうなったらもう来んだ。あー来ちゃった。お、赤玉と見せかけて一回転。まあ問題はあとここで20ゲームいくかどうか。いった、偶数設定である可能性が高まりました。まあプラス材料。
はい、クリア。でこのクリア率にも一応設定差があって、まあ1は 10%、 6は 12% で、1から6で6段階ついてるんやけど、まあ 10% と 12% って言ったらね、そんなん差ないやんと思うかもしれませんけど、 10% は言い方変えたら10分の1なんです。 12% は言い方変えたら、どうだ、 8. 何分の1かな、 8.6 分の1ぐらいかね。10分の1と 8.6 分の1って聞いたら全然違うでしょ。そういうことです。だからこれ、クリアした、これもかなりプラス材料。これね、言っちゃっていい、4か6やね、6やね、うん、よし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 、あーいかんな、今日はどうもレア役の引きが弱いな。わおわお、わお、もう夢も希望もないとはこういうことやね。ただモンキーの素敵なところはこう置いといて普通に勝ったり、まあその演出の振り分けがね、ほんま絶妙なんで、あとはこのね、レース中にリールをブルブルが来れば、ブルブルさえ来れば、あーまた単発やねこれ。はあ、またもや追加投手、なんかね乗っていかへんな。あ、ドラゴンあり、おお、勝ちましたね。またしても今度はジャックチェリーから懲罰入りました。やっぱこの台設定はありそうな、まあまあね、こんな短絡的に判断したらあかんねんけども、ペラの引きが弱いな。お、またも20ゲーム。まあ弱チェから入ったわ。またも20ゲームだわ。ヘイヘイ、どうした、あらららら、ムーンあーあー、超レアな無限モード来い、来るわけやねえ、こんだけ文句言ってる俺でも1回しか出したことないんだからさあ千載一遇のチャンスを逃しましたね。
ただまあほんま冗談抜きでまあ設定的にはかなり手応えを感じる展開ではあります。仕上がりパターンね。さあここで引っかかってほしい。336ゲームからの優出。おお、来た来た。ああ、よかった。実は結構使ってるんでね。はい。356ゲーム、先ほどからさらに8本追加しましたんでトータル15本。まずい、じわじわと投資額が増えてるんでちょっとここらでまとまった枚数を獲得しておきたいところやね。エノキングはいないけど、うーん、きついな。おお、頑張った頑張ったよ、旗のっち。まあなんとか3連続単発は免れました。あとは乗せたい。お願いします。お、また引いた。お、立て続けだぞ。今の分は後告知だ。エノキング来た。おー、頑張った。はい、おマットさんでした。ようやく温まってきましたよ。オッケーオッケー。こうなったら、こういうのが始まったら俺は止まらへんで。多分そのうちフリーズします、おそらく。いいよ、旗のっち。
はい、というわけでですね、まあ、あの前半戦を終了しまして、まあ、あの設定的な手応えはもう十二分にあると、ちゅうかね、何名か言うとりましたけど、冗談抜きで6ちゃうかというような今挙動を示しております。ただ、枚数的にはまあ、15本、だから750枚が、まあ、チャラ戦追加投資をこの後せずに、その750枚以上獲得を目指して、頑張りたいと思っております。で、まあ、あの店内見てみました感じね、もう番長コーナーはやっぱり稼働がええからっていうのもあって、まあもう別済みの方とかね、いただきのかなりの枚数いってはる方大勢見受けられたんですけども、まあまあまだ言うてもお昼なんでね、番長に続けとばかりにこの後北斗やらゴッドやら、まあだから空いてるのがねほんまもったいないんで、もういざとなんだ俺ゴッドいた方がなぐらいのね、今日はゴッドの日かもしれないまあ後半戦頑張るぞということで、よろしくお願いします。